他の植物の茎に絡みつくアメリカネナシカズラのツルアメリカネナシカズラは、昼オカ、ネナシカズラ族に分類される一年草の一種。草丈50センチメートル。他の植物に吸盤で絡みついて成長するツル植物。寄生植物であり、葉量草を持たず、葉も退化している。8から10月に白い花を咲かせる。北、アメリカを原産地とする。ヨーロッパ。 アジア、ロシア、オーストラリアに移入分布する。温帯から熱帯の二十歳、牧草地、荒れ地、河川敷、海浜などが生育環境である。他の植物の上に覆いかぶさるようにして群生している。日本では1970年頃に東京都府中市の多摩川付近で初めて確認された。現在では北海道から九州までの全国に定着が拡大している。 輸入穀物や緑化用の植物種子に混じってヒート的に導入されたものと考えられる。ジャガイモやナスなどの様々な農作物や園芸植物に寄生し生育を阻害する。外来生物法により要注意外来生物に指定されている。ABCDE 滝康彦財団法人自然環境研究センター決定版日本の外来生物平凡社 2008年4月21日、ISBN 978から4から582542417、AB アメリカネナシカズラ国立環境研究所、新入生物 DB、ありがとうございます。